行ってきます。ぜひ行ってきます。どっかで見たことあるこういうおじさん久しぶりにの滑ったからのちょっとあんまり乗れてなかったがまあまあいい日じゃからな何なんだこれそうですね 2BOMB 2B1ちょっと BWB と似てんだよちょっと似てるねかかとをね、まず入れるんだかかとが先かこの状態、とりあえず人が入れるあー、これ良くないわあれちょっともうちょっとこれ指使いにくいなこれ指浮くわバーネットでいけるもう怖いんやけどいけねえ、いけねえすごい勢いだって初めてだよ。うわ。行きます。おお、うまい。意外とうまい。意外とうまい。怖い。どう。
言っていい、うん、今足首がボキ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 って言った初めてのアルペンボールですね。初めてそういう体験を気軽にできるっていうところが、うん、確かにそうですいいところです。新品でわざわざ買わないで初めてね、うん、そう大丈夫かなこれ。アスカの滑り具合で入口にチェンジするからだけど、意外とうまいじゃん。っていうか、もうオープンでこっちに回って私は別にどっちに行こうとかなかった。勝手に回ってきちゃう。すごいんだけど、これ大丈夫？ランニングかける。あ、ぶってきます。あ、いいね、いいね、いいね。引っ掛けて、あ、もう足プルプルや。もう、あ、違う、そこじゃない。ここや。そこ。頑張れ。頑張れ。勝てー。めちゃくちゃ勝てー。ありがとう。これ自分でできなくない？男の我々でも結構きつい。結構やばかった今。大胸筋プルプルだったわ今。ダイエット気分にもなっていいんだよ。ねいいね。でもこれ向きがやばいんだけど、できる？スタンダーだとグーフィー向きだからさ、右足が落ちてって。やばい。これもっとなだらかなとこからスタートしたい。お、うまいうまい。妙高でね、2年練習したもんね。そうだ。じゃあ滑ろう。いける。おー、いいね。おー、うまい。できないでしょ。油断できない。あとね、余計なとこで噛む。ずらしたいとこでずれない。分かる。ずらしにくく、かましにくい。いい顔してる。ここは釣りそうだよ。ここが釣りそうだよ。そこ釣りそう。ここが釣りそうだ。ここが釣りそうで止まりたい、止まりたいみたいな。だから多分普段そこ使ってないんだよ。そういうこと、うん、だからここだけに集中してる私は。だからそれ乗ってからさ、うん、お尻キュッて、うん、左だけプリプリ、うん、
だから次グーフィーにすればいい。いやだいよこれのグーフィーもう後ろ向きじゃないほぼいやあの逆にスタンスを逆にすればいい。あなるほどな、うん、確かにそうだ。そういうためできないかもしれないできませんそか左上切ったけプリッて思ったよりうまかった、うん、意外と滑るとびっくりした、ね、全然滑れないかと思った、うん、そう予兆しかと思ったな。いけるわ変わろうよ。え嫌だね楽しくやってきてたよ変わろう。嫌だよもっとこれで滑るだよ変わろう交換してよ。いやだね。行くぜよ。うん、だって似合ってんだもん。良かったよね、うん、似合ってる。これからルペンにします。はい、というわけで、はい、ブックオフで買った道具で、うん、今日一日遊んだんですけど、見てくださいリフト止まってます楽しくやりすぎやりすぎ楽しすぎてリフト止まるまで滑っちゃいました。時計パッて見ないときてんけど4時50分に初心者の気持ち分かる。あ壁怖ってなって落ち込み飛ぶのこれは怖いです俺ほんまに落ち込み飛んで大丈夫かなさあ、ね、うん、でもなんかその後自分の板で乗ってたじゃないですか、うん、その時よりもこれの時の方が調子すごいです。嘘つけ輝いてるの嘘つけ今が一番輝いてるわこれ全盛期ちゃうわ全盛期は今や何回言わせんねんこの話何回言うんやこれというわけで、皆さんぜひ、ブックオフでね、物を売ったり買ったりしてこうやって楽しんでみてください。はい楽しかった。楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございました。藤間平も良かった。マジで。場所も良かったね。場所も良かった。最高。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。